Go Fly。 どうもこんにちは、シンガーソングライターの友木と申します。埼玉で活動しておりますということで、今日はですね、歌ボーカルミックスボイス練習されてる方に向けて、ちょっと今日は真面目な話、ミックスボイスに必要な、動きとして、声帯の、テンション、伸ばすってことと、声帯の閉鎖っていうことをバランスよく同時に行うのが必要ですってお話をしてますが、その声帯のテンションと声帯の閉鎖をバランスよくやるってことについて、ちょっと具体的に、少しね、難しい言葉を混ぜながらになりますが、喉の状態、どんな動きをしているのっていうのをちょっと解説したいと思います。で、何の話をするかだけ、ちょっと最初にね、簡単なイメージだけ、こんな絵を使おうと思ってます。絵だけ見るとなんだこれと思うんですけど、これ、横顔です。こういう感じで見てる絵なんですけど、このここら辺、ここに声帯があります。で、声帯っていうのは粘膜であり筋肉ではありません。知ってる方は、知ってると思うんですけど、声帯の周りの筋肉がこう引っ張ったりして、声帯が伸びたり、閉鎖したりするわけです。で、声が出るわけなんですが、でその時に喉の動きとしては、この四方に動く、こういう風に引っ張れる筋肉があるってことです。この今日は解説をします。で、その筋肉を動かすことで、声帯のテンションとか閉鎖っていうのはどっちなのかってことも最後にお話するので、一応聞いていただければと思うんですけど、ちょっとまた後でこの絵出します。で、声帯のテンションっていうのは、横、皆さんにいつもお話しているのは、この後ろの方に引っ張られる感覚が一応テンションとなります。で、声帯の閉鎖っていうのは、エッジボイスとかしてもらうと分かると思うんですけど、前の方に引っ張られる感覚があります。なので、その後ろに引っ張られる感覚と前の方に引っ張られる感覚が、自分の体のどの部分の筋肉を使ってるのかっていうのを意識することで、多少練習のヒントになるんじゃないかっていうことが今日の動画の趣旨です。で、覚えなくてもいいんですけど、どこにどういう筋肉があるかっていうことをちょっと最初に解説しようと思います。もう一回出します。なんでしまったって話ですけど、この絵で言うと、例えば最初に閉鎖の話をします。エッジボイスとかですか、低音とかでもいいですが、閉鎖、前に引っ張られるっていうのは、つまりこの下の方ですね、またはこの上の方にもあるような感じ、筋肉は前に引っ張る筋肉はありません。上か下、斜め前上か斜め前下になります。で、この斜め前下筋肉、なんていうかっていうと、胸骨甲状筋です。胸骨甲状筋、完全にカンペ読んでますけど、このちょうどこう胸の方につながっているこの筋肉ですね、首筋があって、こう胸元のこの鎖骨までいかないですけど、筋肉なので、この辺りにある胸骨甲状筋、これが前下に引っ張る筋肉があります。なので、声帯の閉鎖するときは、この辺りがこう筋肉が働いているイメージをします。ここの筋肉がこう引っ張って、下前の方に引っ張っていってるっていうことと、あとこの上前ですね、これが甲状舌骨筋甲状舌骨筋っていう筋肉が引っ張ってます。なので、地声ベースミックスとかは音程を、ごめんなさい、声の太さをキープしながら上げていきます。その時にはちょっとこの辺の、甲状舌骨筋の働きが出てきます。でも、あくまでここのさっき言った胸骨甲状筋、下の方に前の方に引っ張る筋肉は働きつつ、ちょっとずつこのさっきの上の前の方に引っ張っていく胸骨舌骨筋も少しずつ働いていきます。閉鎖としてはずっとこの前の方に引っ張りたいので、この2つの筋肉が頑張って働いているということですね。で、どっちかっていうとこっちの方が重要です。上の方に引っ張られてしまう、つまり喉元が上がっちゃうっていうのは、こっちの筋力の、働きが強すぎちゃうと喉が詰まったり、ってこう声が裏返ったりするので、あくまで下の方のこの動きがとても重要です。胸骨甲状筋、前下の方に引っ張られるこの筋力をキープするってことがとても重要で、これはつまり声帯の閉鎖にとても、連動しているここ筋肉の動きです。これがまず、閉鎖の話で、後半ですね、この後ろの方に引っ張られるこの動き、裏声出すとよく感じられると思います。後ろっていうのは、つまりこの後ろ上、もしくは後ろ下
で先に言っておくと、これも後ろ上の方が重要です。で後ろ上の方はどういうところで筋肉があるかというと、ちょっと見せづらいんですけど、この耳たぶがあると思います。耳たぶのちょっと下ら辺から頭の方の後ろに引っ張られる筋肉ですね。これちょっと外側からは見えないであれなんですけど、インナーマッスルなので、後外咽頭筋と言います、まあ、この斜め後ろの方に引っ張られる筋肉は後外咽頭筋。このまあこの顎のエラからちょっと下から後ろの方に引っ張られる筋力があります。後外咽頭筋、まあ、引き上げる力ですね。なのでってこう裏声出す時にも自動的にそれが働いてくれてます。でもう一個だけこの下の後ろ下の方に引っ張る筋力があるんですけど、これがあの輪上咽頭筋ですね。輪上咽頭筋、まああの喉周り飲み込む時にも多分動いていると思うんですけど、これはあのちょうどさっき言ったこの首筋、まあ、さっきの前下に引っ張る力のあるちょうど後ろの方にある筋力ですね。輪上咽頭筋っていうのが後ろの方に引っ張る筋力があるので、まあ、このちょうど首の真ん中ら辺とさっき言った首のやらから後ろの方へ引っ張る、こういう動きが後ろへ引っ張る筋力になります。この2つの筋力を使って声帯のテンションを行います。で後ろの方に引っ張るときの特に大事なのはこの後ろ上の筋力ですね、後外咽頭筋。この後ろの方に上の方に引っ張る感覚の筋力を使って高音高い声を出すと。でこの高い声のはーって後ろの方に後ろ上かな引っ張る力と、あ前下の方に引っ張るこの2つの矢印を同時に動かす感覚がとても重要です。なので、さっき言ったこの胸骨後上筋ですね、この首筋にあるこの筋力を使いつつ、反対の後外咽頭筋、後ろのはーエラから後ろの方の方に引っ張られる後ろの前かな、前じゃないや上後ろに引っ張られる筋力が同時にあの働いているっていう状態がミックスボイス、声帯のテンションと閉鎖、前下と後ろ上の動きを行っているっていうことです。でまあ正直言ってこの話聞いて、じゃああなるほどできるってなるかどうかっていうと、だいぶちょっとあの発声練習っていうのは感覚的な部分も多いので、まあまああの普段の練習はねそのまま続けていただくのと、感覚練習は感覚練習でまたあのいくつかねお話しようと思うんですが、まあ一応自分の体の仕組み、このどこにこういう筋肉があって、そもそも声帯の筋肉じゃないんだよっていうことと、その周りの筋肉がどういうふうに動いて声帯の閉鎖前下になってるのか、後ろの、声帯のテンション、後ろ上に引っ張る筋力っていうのはどこにどういうふうに動くのかっていうのは、今の矢印のね感覚もあの交えながら自分の体の筋力動いてる意識を持つことで、多少声帯の閉鎖テンション、つまりミックスボイスに必要な地声感裏声感のバランスをうまく混ぜて、なーっていうふうに、まあ、発声していく、あのヒントにしてもらえればと思いますので、まあ一応ね今日はヒントの話です。ちょっとそのあの実際の練習方法というのは、まあ一応まあ今このこれからの動画とか今までの動画にもちょっと動画紹介してますので、今回はちょっと走らせていただきます。まあ次回以降ね、まあこんな感じで地声の動き、裏声の動きっていうのをもう少し分解して、解説できれば、まあ、あの今回のちょっと使いもね合わせながらお届けしたいと思いますので、ぜひね、あ、まあ、一応これで見て、あ、練習の方法としてなんかヒントになったかなとか、ちょっと練習の閉鎖とかテンションとかまだよくわかんないんだよって方は、まあ、あのコメントとかで、ね、いただければちょっとまた解説もあの別途動画出そうと思いますので、ぜひね、まずは、いいねボタンとねチャンネル登録をしていただいて、また歌ってみた動画とか、あの歌ミックスボイスの発声の解説なんかも出していこうかなと思います。ぜひね、また次回最新の情報をぜひチェックしてみてください。最後にですね、またあの LINE 登録ですね、公式 LINE 登録いただくと、無料で歌唱診断しております。まあ実際に歌ってみた動画を送っていただいて、私が文章で返信するスタイルですが、そちらであの無料でやってます。ぜひね LINE の方も登録いただけると嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。